街角に咲く一輪の花を見て笑いなさいっていうのがあるんだよね。でそれ面白くて、お墓に花を供えるとき花をどっちを見てますか。ね、でお墓に花を供えるとき自分を向けて、ね、だって墓石を向ける意味だから花を見せる、ね、あれ全然違くて、その花のケツを見てもその美しさが分かるのが仏さん。人間はそこまでは分からないから自分の方に向けて、あれは花を備えてるから、その花を見て綺麗だなって一瞬自分の悩み事なんかを忘れられる、そこに自分がいるっていうその気持ちを先祖に捧げるんです。で人間だけが花、植物を必要とする生き物たくさんいる。例えば蜂は花がない。あとは草食動物が牛とか。だけど人間だけがその美しさが分かる。だからそれをもって人間というのは他の生き物と違うっていう、その気持ちを捧げるんだよっていう。だから花をいつもあなたが持っていて、その花を見た時に一瞬、その一瞬、例えばなんかすごい悩んでても街角にふっとコンクリート横からふっと飛び出てきた花を見た時にパッ、一瞬その自分が抱えている悩みを忘れられる。そこに人間の、その、それが人間なんだ。人間の中心ってそこなんだよっていう、さ、の、あ、教え。素晴らしいでしょ。これ昔よく言ってたの。今思い出した。昔よく言ってた。花を見て笑え。大丈夫。だから花を見た時に、パッとこう、自分のことなんか見て、まあ、一瞬何かを忘れられる自分がそこにいるっていう、それを持って自分は人間なんだ。花の美しさが分かる。でもそう考えるとまさしく芸術っていうのはそうでしょ。そこを求めてるんだから人形だ。だから一気に言ってるけど、私の踊りを見てるその15分か20分か知らないけど、その間に来てる人たちが自分のいろんな抱えてる世の中で生きていく中のそのいろんなこうモヤモヤしたものをパッと忘れてそこにパッと入らなくなる。要するに花なんだよ。花になんなきゃなんだ。かっこいいね。何やってるんですか、職業。いや、花になんだ。いいな、これやらそう。そうそうそう。仕事は空間デザイナーです。ちょっと嬉しいでしょ。仕事は、いや、花。なるほど。